はい、ラーメン変人によるラーメン専門チャンネルでございます。今回は2021年10月から12月に出会いました岩手県盛岡市の美味しかったラーメンを紹介したいと思います。岩手県、特に盛岡市はラーメン激アツの街でございます。はい、まずは、岩手県盛岡市西青山にありますラーメンサンド、10月に訪れた際に、ございました限定でございます。新生姜塩中華そばであります。鶏煮干しだし、ソーダ牛に、塩だれを合わせた、バランス系の一杯であります。はい、こちらは新生姜の爽やかな香りが、実に引き立つ構造作りとなっておりまして、塩だれゆえに、出汁感ダイレクトでありますし、ベースとなっております。鶏煮干し、ソーダ節の出汁がですね、見事にこの新生姜の香り、これを引き立てまくっております。引き立てるというよりも、鶏煮干し、ソーダ節のバランス系の出汁にこの新生姜の爽やかな香りが、ついてくると、という感じでございますね。で、麺はもう超絶品であります。切り場16番手と思われ、断面平打ちの、長さのあるしなやかな麺運びの、美しい麺でございますね。で、加水率の感じは中加水から高水の間のこうしっとりとした、舌触りすり心地なんですけれども、実は低加水、低加水というよりも低加水と中加水の間だったりするんですね。いつもの 33.5% とか、そのあたりかもしれませんね。ラーメンサンドのレベルになりますと、このクラスになりますと、水、小麦、そして乾水の結合が実に素晴らしく、実は低加水から中加水の間だったりする製麺、スペックなんですけれども、すすり心地は中加水から、高水の間のしっとりとしたすすり心地の感じでございます。スープをいただき、そのクオリティの高さに、実に感動し、麺をすすり上げれば麺が主軸の一杯なんだと、麺料理なんだというふうにですね、最高クオリティの麺に感動し、スープ麺、スープ麺、スープ麺、その繰り返しの、深さにですね、実に実に感動していく一杯でございます。ラーメン、中華そばというジャンルにおける麺料理という感じなんですけれども、あまりに麺料理すぎていない、あくまでもスープと麺の一体感がとにかく重要な軸、重要なコアであるということを実感させてくれる、実感させてくれるがゆえに、最高峰に位置するラーメン、中華そばであると個人的には感じております。はい、続きまして岩手県盛岡市三本柳にあります麺どころ清洲でございます。煮干しラーメン、約 200g 以上の煮干しを一杯に使用されているようでございます。薄口醤油に隠し味としてたまり醤油を使った淡麗煮干し醤油でございますね。煮干し感抜群、煮干しの深いビターな旨味が最初に到来し、その後、たまり醤油と呼ばれる深い甘みが全体をまろやかに包み込む、煮干しと醤油の掛け合いが絶品の淡麗煮干し醤油の飲み口でございます。そして、自家製麺、こちらは切り場24番手、加水 30% の低加水、極細というのは細ストレート麺のビジュアルでございます。ですすり上げますと、確かにパツッとした食感でありますけれども、どこかしっとりとした感じも兼ね備えておりますね。全国レベルの淡麗煮干し醤油でございますね。2021年で最も美味しかった、アニマルオフ淡麗煮干し醤油の煮干し醤油の一杯でございました。めちゃくちゃ美味しくいただきました。はい、続きましては夜限定芳醇豚ラーメンの味噌でございます。こちらの一杯はですね、和洋折衷のバランスが見事すぎる、味噌の一杯でありました。自家製麺は切り場12番手の断面平打ち、いかにも断面平打ちの、太のストレート麺でございますね。
スープが絡みまくりまクリスティでございます。和洋折衷のバランスが見事すぎる。あくまでも味噌という感じの視点を失っていない。洋風すぎない絶妙なバランスの濃厚な重厚な、味噌ラーメンでございました。めちゃくちゃ美味しくいただきました。はい、続きまして盛岡の南にあります、中華そば小物屋でございます。はい、それでは中華そばでございます。十郎兵衛盛岡南店及川店主の新店でございます。背脂が浮かぶ、醤油の発色が美しい足し算の、中華そばということでございますね。それでいただきますと超バランス系の飲み口でございまして、鶏豚煮干し節、さらに香味野菜、他食材などが、出汁として使われ、その出汁をですね非常に実に、バランスよく、作り上げられました出汁を、コクと深みの醤油がビシッと中心を担いまとめ上げ、そして背脂のコク深みが甘みがですねふわっと広がってくる実に美味しい新感覚の濃厚チンタン型バランス系醤油という感じでございます。で低加水の細縮れ麺です。マットな麺肌、そして、縮れたこの形状のすすり心地、口触り、躍動感のある口運び、こちらにですねスープをまといまくるこのマットな質感、この濃厚なバランス系チンタンの醤油スープを運んでくれまくりまクリスティの縮れたすすり心地でございます。麺とスープの組み合わせ、こちらはまあスープをこう運んでくれる麺という感じなんですけども、全体としては新感覚の濃厚チンタン型バランス系醤油という感じでございます。初めての感覚と麺とスープの組み合わせでございます。実にめちゃくちゃ美味しくいただきました。はい、続きまして岩手県北上市にございます自家製麺ラーメン8でございます。期間限定のラーメン味噌ラーメンでございます。笹町醸造の味噌が使われているようでございますね。スープが並々に見える高台丼でございます。低粘度の、あっさりとしてそうな味噌スープでございますね。はい、それでいただきます。やはり油感はほぼ皆無でございまして、この味噌感が引き立つ作りとなっております。ベースの出汁はかなりバランス系でございますね。あっさりと美味しい味噌という感じでございまして、油感皆無のあっさりと美味しい味噌という感じでございまして、出汁に引き立てられた、味噌を、味わっていく一杯という感じでございます。平打ちの、中太ストレート麺でございますね。麺が実に美味しいですね。すすり心地が、スル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 としており、もちっとした食感、スープがライトであっさりとしておりますので、完全に麺が主軸になっておりますね。麺の美味しさを味わう味噌ラーメンという感じでございました。あっさり美味しい味噌ラーメンでありました。はい、それでは最後に衝撃の一杯でございました。開運橋通り藤原に初訪問であります。11月にオープンしたお店でございます。醤油そばでございます。切り立った有田焼の鉢に、盛り付けが実に美しい佇まいでございます。長さがありこの張りのある、盛り付け、この九条ネギの感じが初めての経験、ビジュアルでございました。はい、それでは醤油の発色感と、油オイルの浮き具合がですね、実に美しいスープをいただいてみたいと思います。それでいただきますと、これがまた驚きでございます。鴨を使った、鴨だし、鶏、
取り出し、醤油の一杯としては、過去最高に美味しい飲み口でございます。岩手県産の深い取り出しがベースとなり、鴨が華やかで、キレ、コク、深みに、優れた、醤油感、醤油ダレが、全体をまとめ上げ、深く、全体を結びつかせ、味合わせてくれる実に美味しい、スープでございます。鶏醤油に対して、鴨を使っているということで、ある程度は想像してきたんですけれども、想像をはるかに超える美味しさでありました。はい、それで麺となりますが、切りは22番手に見えます。低下水のようなマットな麺肌でありますね。スープの吸着が実に良いですね。で、すすり上げますと、スル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 としたすすり心地に、実にあの歯切れの良い食感ですが、もちっとした感じもある、歯切れが良く、もちっとした感じも、兼ね備え、低下水系細麺で、この淡麗系の、スープとここまで一体感を高く感じるのは、なかなかないですね。この歯切れが良いんですけれども、もちっとした感じで、あのやっぱりスープのバランスが分離しておらず、実に絶妙なんですね。鴨だしを使った一杯としては本当に、初めてここまで美味しいという感じを受けました。個人的に鴨に感じる華やかな感じが浮き足立ちすぎてないんですね。全体のバランス、絶妙なバランスの名のもとに、鴨だしのこの感じがふわっとこう上がってくる感じです。そこにこうピタッとこう麺がはまってくる感じなんですね。この見極め方が実に素晴らしいと感じます。はい、それでこの張りがあり、長さのある、面白い形状の九条ネギでございますね。まるでまるで麺と同じぐらいの長さなんですね。これが実に面白い九条ネギの形状でございました。この麺と同じぐらいの長さがありそうな九条ネギを麺と一緒にすすってみたいと思います。はい、ありがとうございます。このすすり心地が人生初の感じでございました。ネギと麺が、同レベルでこうすすれる感じで、食感はもちろん違うところが実に実に実に面白いんですね。で、もちろんネギと麺の風味も違いますし、それを同レベルで同じフィールドで味わえる、新たな、このネギの可能性に新たに触れることができた一杯。新たな可能性に気づかされましたし、鴨の一杯としては、過去最高でございます。ご視聴いただき誠にありがとうございます。2021年10月から12月に出会いました岩手県盛岡の、めちゃくちゃ美味しかったラーメンをご紹介しました。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴誠に大変ありがとうございました。